ってくるとこの打席、ですからまっすぐ系統をファールしてたらダメですね、もう捉えなければいけないということですか、はい、さあ初めてスコアリングポジションにランナーを置いてバッターボックスに入りますルーキー大谷、そのストレートを逃さずに捉えるか、初球ストレート外れました、打て打て大谷の大声援はレフトスタンドから、巨人戦2試合連続スタメン、ここまでヒットがありません、ストレート151キロ高めに外れました、どうでしょうこの待ち方、佇まい、でもね、ちょっとやっぱり遅れてるような気がするんですよね、そうですか、ここもストレート、インコース、ファウル、151キロ、自らが投げ込んでいる150キロを超える速球、バッターで相手の150キロのボールを打ち返せるかという感じですね、そうですね、ここはね、勝負ですからね、もうしっかり投げてきますからね、はい、阿部も先ほどとは一転、ストレート勝負になって、さあ、また、眼光が鋭くなってきた、ストレート空振り、ツーボールツーストライク、4球続けて堀内さん、ストレートです、 いいところに投げられてますよ、はい、まだちょっと遅れていますか、遅れてますね、はい、そう簡単にはルーキーには打たれまい、そういった阿部の意地も感じます、5球目もストレートで来るか、ストレートで押してきた、インコースセンターの前か、セカンドアウト、弾いた、記録はどうだ、記録はヒット、セカンドへの内野安打、大谷セカンドへの内野安打、150キロを超えるストレート、5球続けて堀内さん、ストレート勝負でした、力勝負で来ましたけどね、ピッチバイピッチです、3球目、いやでも振ってますよね、4球目空振りの後このボールです、いやよく当たりましたよ、肘をこう畳んで、打ち返しました、さあこのバッティングですが別の角度からどうでしょうか堀内さん、でもまだね、完全なスイングじゃないんですけどね、でもなんとか当てようという気持ちが出ましたよね、第1打席初めてホールトンのカーブを打って対応力があるんだという話をされましたが、そうなんですけどね、でもやっぱりね、1軍のピッチャーのね、しっかりしたボールってなかなかね、新人では打つのは難しいですよ、